トレーニング今日やってないね。雨降ってたから今日はいいかなと思って体休めてます。ノンタいるよ。ノンタいるいる。後ろにいるよ。いますいます。はい、ワードツー。たくみさんいらっしゃい。ゆきぽんワードツー。いらっしゃい。はい、こんばんは。金前さん、よかったね、退院でね。一安心だね。ツイッター見たよ。おい、銀猫さん、ありがとうございます。アイテムありがとう。ハートハの、ハートに、ハートありがとう。いや、今始めたばっかりだからね。うん、プレゼント集まらない。なんかね、流れみたいなものがあるよね。毎回毎回ね、こうコツコツ来るっていうのドバーって来るんだよね、一気に。はい、おじんちいらっしゃい。わたつ、一気に来る感じだよ。一気に。順調かな、どうだろうね。金梅さんはなんかお腹がずっと痛かったらしくて、俺も詳しくわかんないんだけど、で前の日ぐらいからずっとお腹痛いお腹痛いって言ってて、で調べたらあれでしょ、なんだっけ、なんか膵臓、うん、肝臓がやばかったのか、お酒の飲みすぎで肝硬変なんじゃないかっていう
本当にやばかったらしいよね。おい、今度はどつ。なんかそんなノリだったような。お酒はやめないんじゃないかな。どうなんだろう。酒やめたら銀杯さんじゃないし、あの人ね、アルコールでモチベーション上げてる部分絶対あるから。あと初心者やけど生活保護を受けてた。そうだよ、俺ずっと生活保護を受けてて、で仕事探したりとか自営業やったりとかいろいろやってたんだけど、抜けらんなくて、で A 型作業所っていうところで働き始めたのね。でそこからふわっちもやり始めたんだけど、それで収入が上がって、今年のね、1月1日にね、生活保護抜けました、僕は。働いてるお金とふわっちの収入と、YouTube の収入とか、トータルすると余裕が出てきたんで、そういう感じですね。ふわっちで人生変わったね、俺はね。ほんといい人と巡り会えたと思うよ。いい人たちと。頑張るよ。ありがとう。銀猫さん、花火ありがとうございます。ありがとう。頑張るよ。まあ、配信でね、ずーっと食っていきたいと思ってたけど、なかなか結果出ない時期とかもあって辛かったけど、やめないでよかったね。本当に。3年半目ぐらい、ん ?3 年目ぐらいかな。その頃、すごい、もう配信やるのが辛くて、結果出ないし、食えないし、何やってんだろうってなっちゃって。でも結局やめらんなかったんだよね。好きだったんだよね、配信が。ああ、やっててよかったと思ったよ。銀猫さんから花火いただきました。ありがとうございます。おもて、いきます。浅井さんって何？浅井さんは空き缶拾いで1日1、2万、2万円ぐらい稼いでるおばちゃん。で、元ホームレス。はい、行きます。1回、2回、まだやってんの？ 3 回、4回、5回、6回、ありがとう。サバカいらっしゃい。何言ったの？ホームレスから生活保護で社会復帰までつながるというのは本来あるべき姿そのもの。いろんな人に頑張ったねって言われた。なんか生活保護を翌年抜ける人って10%もいないんだよ、数字的に見ると。もうずっと生活保護ループしちゃうのね。で、まあそれはそれで俺は別に他人の人生だから口出すつもりは全くなくて、それでいいんだったらそれでいいと思ってるんだけど、俺は嫌だったの、生活保護のままなのが。だから、抜けられてよかったなと思ってる。あおさんはだつ。やっぱりその、友達とかと付き合いもできないし、やっぱ、生きてくお金だから。まあ、でも死にそうになったこともあったから、飯食えなくて。だから、その頃から比べるとだいぶ幸せだよね。猫さんいらっしゃい、わだつ。
幸せ太り、そうだね。風呂1ヶ月入らなかった。まあ風呂ってあれだからな、贅沢だからな。旅はいつから？4月の1日か10日か迷ってるね、まだ。九太郎いらっしゃい、ワドツ。まだ迷ってるね。野宿配信？いやー、野宿はあんまする気はないけど、お金あんまかけられないから、そうだね、お金あんまかけられないから、でも充電しないといけないからね、配信者は。どうなるかわかんないかな。まあ野宿も全然やろうと思ってるけど、生活保護だと旅禁止とかあるから。いや、旅は別に禁止じゃないよ。ヒッチハイクもやろうかなと思ってるけど、でもね、ヒッチハイク前回やった時全然捕まらなかったから、リスナーさんの車を出してもらえる人とかに乗っけてってもらった方がいいなとか思ってるね。まあ、あんまりその何かをします、何かでやりますみたいなのはあんまりない。めっちゃ送って。こだわらずにやろうと思ってて。なんかその配信の企画でやるっていうよりも、そのライフスタイルに旅人っていうのが入ってるっていうのが夢だったんだよね。で、旅人ってあんま考えないでしょ。考えたら旅じゃないと思ってるから考えないようにしてるね。まあ不便だなとか、そういう状態でちょうどいいっていうか。はい、こんばんは。まちゃんいらっしゃい。不便でいいんだよ、全然。ワード2、カエルさんいらっしゃい。歩きだけだとしんどい。歩きだけはまあきついよね。いや、無言配信じゃないよ、全然。喋ってる喋ってる。歩きはきついでしょう。伊能忠敬だってね、生きてる間に歩ききれなかったからね。まあ無理だろう。まあ直線歩
くのは楽か。伊能忠敬は海岸線沿いをずっと歩いたわけだもんな。あれはでもやばいよな。あんだけ精密な日本地図ってやばいよね。伊能忠敬って確か千葉の人だよね。イッチハイクとか、いやだから考えてないんだよ全然。あんまり意味ないと思ってて、考えても。考えないね。何をしていこうとかは。サワラなんだ。サワラって今でも田舎だからな。あ、伊能忠敬サワラなんだ。成田の隣だね。すごい正確な地図だよな。ヨーロッパの地図とかざっくりだもんね。なんとなくだもんね。なんでこういう精密なものを作ろうと思ったんだろう。その発想がすごいわ、あの時代に。すげえよな。そうそう、気の向くまま。本当にそれがいいなと思ってて、気の向くままにやっていきたい。行き先は日本全国だね。日本全国。家はないよ。だから漫画喫茶とか金のかからないところ泊まったりとか、まあ花火がバーンって上がった日とかは、まあホテル泊まったりとか。まあそれこそね、100万ぐらい稼げるようになったら高級ホテルとかロイヤルスイートとかから配信しても面白いかなとか思うし。いや自転車なんて使わないよ。いや、そう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 、旅、あの旅行じゃないから、旅人だから、旅だから、旅にプランなんていらないでしょ。今の家は一旦出るってことですか。そうだね。荷物はなるべく軽量にしないとなと思ってて、前回やった時は T シャツ3枚パンツ、うん、T シャツ3枚パンツ3枚ジーパンはそのままだったかな。うん、でもまあ俺はほらコンビニで売ってる T シャツしか着ないから、ファミリーマートがあったらどこでも売ってるからね、この T シャツは。だからその辺は
大丈夫かなと思ってるけど。結構丈夫で長持ちするからね。なんか手ぶらでプラッといく感じだよね。食事はだから、まあだから、食事ね、まあ食いたいもん食うよ。大阪もね、大阪行ったんだけどね、どうなるかな。すごいリスナーさんの数増えるよ、旅配信すると。多分これでブレイクするんじゃないかなと思ってるね、俺は。配信者とかあんまりね、俺配信がね、配信好きなんだけど、配信者は好きな人にあんまりいないから。北海道行くよ。北海道多分一番先に行く一番でかい町じゃないかな。ブレイクしてほしい。カエルさん、バカ10個ありがとう。まあね、ここでね、知らない層の人と出会いたいよね。あ、和道ってこういう人なんだみたいな。今日は練習やらないっすね、雨なんで。今日はね、なしです。アチュさんっていう人知らないな。へえ。なんかでも旅やってる人結構多いよね。
パルパルは大嫌いだね、俺。嫌いだね。なぜですか？いや、ワードリスナーディスったから。一回ぶん殴ってるじゃん。風船2個ありがとう、ゴルゴ。風船2個ありがとうございます。人のリスナークズ呼ばわりしたら許せねえでしょ。めちゃめちゃ腹立ったもん。アイコスね、全く興味ないね。タバコをなんでアイコス吸いたいんだろうっていう感じがして、なんかそう、タバコを吸ってる人がタバコやめたいっていうのもよく分かんなくて、やめりゃいいじゃんって思うの。あとなんかこれ煙が臭くないとかも言うじゃん。いや、臭いの吸いたいんだよと思うんだよね。だからなんだろう、タバコ嫌いだしやめたいとか、なんか不便だと思うならやめればいいんじゃないかなと思うんだけど、逆になんでアイコスを吸うんだろう。安いの？コスパがいいの？アイコスって。なんかあれでしょ、新しいもの好きの人なんじゃないの？わかんないけど、タバコは娯楽だね。アイコスいくらすんのこれ？高いんじゃないの？わかんないけど、何がいいのかわかんない。なんかこれ水蒸気の、火を使わず灰が出ない。なんで？匂いも少ない。おお、なんだこれ。 どういうこと？3000円オフ。どういうことなんだ、アイコスって。アイコスの原理がよくわかんないよね。タールが入ってないんだ。へえ。あ、タールがないんだ。じゃあ、下にザラザラする感じがないのか。タールはベタベタしてるやつだね。
旅中に便所さんの企画に参、そう。だから旅中に鍛えないといけないんだよ。やばいでしょ。アイコスキットが1万円すんだ。普通のタバコと変わんないんだね。おお、値段は。筋トレは何してるの？筋トレダンベルだけかな。筋トレはダンベルだけ。でも筋トレって感じじゃなくて、普通に花火上がったらダンベル上げてるだけなんだけどね。特になんか筋トレやってるっていうのはないよ。ゆっくりしてる、全然。じゃあ単純にコメントが少ないからさ、話題がない、話題がないんだよね。シャカン、キューキュー言ってるね。寂しいよって合図の？それ。出してあげて。シャカ。シャカおいで。キューキュー言ってる。まあ大丈夫だよ。お前昔から年齢不詳。おいで。いやコメントベタっていうか、いや普通になんかトークする感じじゃない。会話をする感じじゃない。坂おいで。
俺びっくりしたんだけどさ、バットマンのさ、ダークナイトに出てくるゴードン警部補ってさ、レオンの人なんだね。もうびっくりしたよ。おい、ジャグ上杯軍団さんいらっしゃい。風船プレゼントありがとう。ダークナイトはどう好きだね。俺ね、ダークナイトのこの俳優さん好きなんだよね。ジョーカーの。ヒース・レジャーだっけ。すごい良かったよ。なんか、ジョーカーのイメージを、ジョーカーを完璧にやったっつうか、この人のやったのがジョーカーだなって感じがして。なんか、まあ昔のジョーカーとかの方が、なんか正しいジョーカーなんだろうけど、なんかジョーカーをは、はえ、はえるっていうか、なんつうんだろうな。かっこよかったんだよね、ジョーカー。この人。かっこいい。あ、そうなんだ。のりゆきさん、四つ目始めたんだ。まあ、うまくいきそうだよね。いや、いい選択だと思うよ。のりゆきさんの四つ目、もしよかったら YouTube。検索したら出てくるのかな？石川のりゆきで。まあでも石川紀之が YouTube 行ったってことはもう配信ダメなんだろうね。紀之ラジオ。これか。生放送？チャンネル始動。1週間前なんだ。自殺っていう、まあ自殺なのかな。発狂しちゃったんだよね。役が抜けなくて。安いソープって写真はいいけど実物外れ率高いの。俺ソープ行ったことないです。一回も。ソープ行ったことないんでわかんない。スロッターのチャンネルなんだ。いや、スロットのチャンネルだったね。釈迦。釈迦おいで。釈迦おいで。かわいいね。いで。遊んでるの。おいで。パソコンほんと好きだよな。手こき専門。いや、俺風俗あんま好きじゃないんだよね。風俗みんな好き？俺あんま好きじゃないですね。風俗行って感動したこと一回もないかもしれない。人生変わったとかあんの？風俗行って。風俗が俺の、風俗がなかったら今の俺はないみたいなさ、そういうのあんの？
全くないけど。男はみんな好き？うん、はないな。ないでしょう。風俗楽しいか。なんで画面にすり寄ってんのさ。何やってんの？釈迦？釈迦おいで。キーボードの上大好きなんだよ。好きだよね、釈迦。何やってんの？釈迦。ダメ、遊ばないの、それで。釈迦かわいいでしょ。かわいいよ。釈迦。潜らないの。楽しいの。そこでぴょんぴょんすんの。かわいいよね。釈迦。おいで、釈迦。のりちゃん、ふわっちしなくなった。最近見ないね、そういえば。キーボードにうんこするよ。するよ。鳥はね、なんていうのかな。糞のしつけはできないんですよ。だから鳥飼ってるっていうことは、そこら中で糞をするっていうこと、イコールなの。それはしょうがないけど。でもね、水しか飲まないし、食べるものもね、お米とか、冷えとか、泡とか、麦とか、いや、穀物しか食べないんですよ。俺はサプリメント2種類あげてるけど。だから、糞はね、本当に匂いない。鳥って匂いあると思ってたんだけど、ね、釈迦って匂いある？ないよね。ほら、飼ってる人じゃないとわかんないじゃん。あ、飼ってる人ってわかんないじゃん、のんたん。釈迦って匂いを感じたわ、この部屋来た時。多分ないよね。多分ないと思う。猫飼ってる人とか気づかないじゃん。猫の匂いとか犬の匂いとか。鳥は匂いないんだよね。インコはあるのかもしんないけど。来る？おいで。来るの？来ないの？あ、来るの？来たの？ありがとう。どう最近？釈迦？どう最近？調子いい？すごいよね。こんな 25g しかない体でさ、感情があるんだよ。びっくりしない？頭もいいし。ねえ、そっか。すごいよね。飯を食べるとかさ、セックスをするとかさ、卵を産むとかさ、飛ぶとかさ、この25グラムの体に全て入ってるんだよ。奇跡だよね。あと、鳥を飼うとわかるのが、あ、恐竜の、なんつうの？恐竜の末裔っていうのがよくわかるね。人間とまでは思わないけど、知能は3、まあ3、4歳ぐらいの知能があって、感情がもうほんと2歳とかそういう感じ。なんか、その頭はいいんだけど、感情的なのすごく。気分屋って言った方がいいかな。もうほんと甘えてると思ったら、求愛行動したりとか、急に怒り出したりとか、喜怒哀楽がもう気違いなんだよ。頭はいいけどね、気分がコロコロ変わるの。ちょっとのことで。
今ね、俺の手のひらをね、こう、なんていうのかな。人間のこの手のひらが仲間だと思ってるのね。で、この手のひらの指とかをこう綺麗にするために、こうくちばしでこう軽くつまむの。カリ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 ってつまむんだけど、それは仲間の鳥の羽を繕ってあげてるのと同じ行為だから、指をその甘噛みでカリ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 ってやるのは、今これやってるんだけど、これをやってるのは友達だよっていう、仲いいよっていう。なんか指動いてるでしょ。指をカリカリやってるでしょ。これは、その友達の羽をきれいにしてあげてるの。ね、そうそう。またメスだからね、気難しいんだわ、この子は。ツンデレなんだよね。すごいツンデレ。あと、まあ、スマートフォンに嫉妬するよね。鳥はどんな単位で？お尻をプルプルプルって、バックだね。バックだね。メスがお尻をプルプルプルって震わせるの。で、クックって鳴くんだけど、クックックックって鳴くんだよ。で、それが求愛の合図、お尻をプル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 って震えるの。で、オスはダンスをするのね。ぴょんぴょん跳ねて、なんか、メスはキュッキュキュッキュ鳴くんだけど、クッククック鳴いてるでしょ？ピッて。オスはね、鳴くんだよね。オスの音聞く？オスの文章の。ちょっと待って、オスの文章の動画流そうか。ちょっと待ってしたか。オスの文章の、求愛の音出すね。たまにオスだと、喋ったりするのもいる。たまにだけどね。超賢いやつ。オスの文鳥の求愛の鳴き声出します。あれ、音出てる？こういう感じで鳴くの。これがオスの求愛。で、ダンスの。ぴょんぴょん跳ねるの。上に。面白いでしょ。で、いろんな鳴き方が。こういう鳴き方するね。釈迦が反応してる。何やってんの？ずっこくな。こういう鳴き方する。かわいいでしょ。これがオスの求愛。だから、求愛行動をして、初めてオスかメスかわかるっていう。まあ、この子はメスだなぁとは思ってたけどね。ヒナの時って全くわかんないんですよ。で、ヒナの時に売られてるの。で、毛の色とか、なんていうのかな。何色って言うんだろう。グレーっていうか、茶色っていうか。汚い色なのね。で、真っ白に生え変わるんだけど、オスかメスかわかんないんですよ。もうプロでも見分けらんないって言われてんの。だからショップでオスとかメスとか書いてないの。もう要は育ててみて、3、4ヶ月、半年ぐらい経って、あ、オスだったんだ、みたいな。鳴き声に反応してたね。で、オスの場合は、くちばしの色が、まあ、赤が強いって言われてたりとか、あと、このくちばしのこの部分がもっこりしてたりとか。いや、ちょっと、やっぱ、あ、うんちした。年中セックスするのは、猿と人間だけじゃなかったっけな。
発情期がないのって、確か。朝倉さんいらっしゃい。タケソンさん。あ、じゃあ、ブロンソンさん、ワードツ。哺乳類だけだったよね、そう。なんかその、セックスが快感なのって、その、哺乳類の、なんか進化なんじゃなかったっけ？釈迦のんとは呼んでるよ。釈迦？釈迦のんとは呼んでるよ。おいで。何ずっこけ。おいで、ほら。おいで、シャ。おいで。シャカ。シャカ。来ない。やめとく？ずっこけてるよ。滑るんでしょ、そこ。モニター。シャカ。シャカ。おいで。カメラで遊びたいんだろうね。じゃあそろそろ寝るわ、俺。おやすみー。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。また明日。おやすみなさーお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。